私の再起動が完了するまでの間、あなたは施設を見て回ると良いでしょう。ここは何だ？管理センターのスタッフたちが集うためのスペースとして作られた場所です。かなりの人数が入れるな。徐々に増える予定だったのかしら。先に行ってて、私はもう少しここにいるから。その扉の先は歌の平原へと続いています。つまり必要なら東に戻ることもできるのか。そうです。オフィスみたいだな。そうです。ガイア、扉に動力が通ってないぞ。今の私ではこの施設の一部の機能しか復旧することができないのです。あくまでも今はですが。なるほど。この場所は何だ？管理センターのスタッフが寝泊まりする場所になる予定でした。ノラの試練の前日に泊まるあの施設を思い出すな。ここはテラフォーミングの高度なトレーニングモジュールにアクセスできるポイントでしたが、残念ながらそのモジュールはアポロのデータベースが破壊され失われました。そうだったのか。ここもオフィスみたいだな。誰もいなかったなら誰がここを作った？ガイアだよ。機械の力を使ってな。研究区画だったのかここは。その目的で作られた場所です。あなたが修理区画で回収したデータのいくつかは破損しているようです。ここのターミナルからオーバーライドの復元方法を学ぶことができます。見てみるか。オーバーライドの復元にはもっと機械のデータがいるみたいだな。再起動が完了しました。このまま施設の見学を続けても良いですが、準備が良ければコントロールルームに戻ってください。伝えたいことがあります。扉は西の出口に続いています。しかし外に出る前に今後について話しましょう。わかった。なるほど。施設を建てたものの。よし、じゃあガイアと話をするか。そいつは任せた。ロックされてる。ガイアが後で開けてくれるかも。あ、ここは前にも来たな。最初はここから入ったんだった。こんにちは、アーロイ。ああ、いや、準備はいいか。はい、起動は無事完了しました。私のヒューリスティックマトリクスは正常に起動し作動しています。聞きたいことが多くあるでしょう。ああ、
まず2つ教えてほしい。ガイアが完全じゃないと生物圏を修復できない。ハデスの試験場で副次機能を探してみたけど、ミネルバだけが見つかった。幸運にもこの施設のセンサーははるかに高い性能を持っています。私が探してみましょう。クエリパターンを送信。受信中。アポロ、アルテミス、エレウシスは見つかりません。消えてしまったようです。他はどうだ？アイテル、デメテル、ポセイドンが見つかりました。回収可能な距離にいます。ヘファイストスは？確認はできましたが、他とは様子が違います。だろうな。絶滅信号を受けたヘファイストスは以前より進化を遂げました。そしてその存在は一箇所にとどまっていません。世界中の機械路をつなぐネットワークを使って移動を続けています。回収するには困難を極めるでしょう。でもあいつが必要なんだな。はい、あの力は欠かすことができません。私には生命の絶滅を遅らせることしかできません。根本的に解決できるのはヘファイストスだけです。まずはあいつか。残念ですがそれは不可能。私の能力が今より大幅に強化されない限りヘファイストスを獲得することはできないのです。まずは他の副次機能を見つけてからってことか。その通りです。なるほど。アイテル、デメテル、ポセイドンか。どう手に入れるんだ？回収するには各地に赴いてそれぞれの副次機能が逃げ込んだ物理プロセッサーを探し出す必要があります。そしてミネルヴァに対してしたようにマスターオーバーライドを使って副次機能をオリジナルのコード形態に初期化します。どうやってここに持ってくるんだ？副次機能を携帯型の記憶装置に移した上でこの施設に直接持ち帰ってください。カーネルが入ってたカートリッジか。はい、容量が限られるため一度に運ぶことのできる副次機能は一つだけですが、その点を除くならば問題はないでしょう。知ってたら教えてほしいこともある。少し前に妙な集団によって危うく殺されそうになった。機械を従えていて、それにエリザベトのクローンも一緒にいた。ええ、フォーカスに記録されていました。誰だかわかるか？その者たちはハデスを覚醒させ以前の私を自爆に追い込んだ絶滅信号に深く関わっています。絶滅信号、まったく物騒な名前だ。あの信号は地球外から来たものです。測定は容易ではありませんが、信号の発信源はここから約81兆キロ離れた場所。高速で航行しても到達に 8.611 年かかる宇宙の遥か彼方です。なるほど。そこに何があってなぜ私たちを殺そうと？シリウス星系です。シリウス？そこはファーゼニスのあの船が。オデッセイ。そう、それが向かったけど爆発した。まさか。でもなぜ失敗したと思わせたんだ？知られたくなかったのか？
その存在を未来の人類から隠したかった。またハデスの試験場で私を殺そうとしたあのクローンといった連中、もしかしてあいつらがアーゼニスの末裔？はい、おそらくそうでしょう。生物圏の状態は？テラフォーミングシステムは機能しているのか？ある意味ではテラフォーミングシステムは一度も停止していません。ただし私の全身が自爆して以来、活動を行う機械に新たなタスクを割り当て管理する中央統制知能が存在していなかったのです。その結果エラーが頻発し、日を追うごとに生物圏は破滅に向かって加速し続けているという状態です。この数ヶ月で生物圏における異常が顕在化しています。しかし現在確認されている異常現象は要因が複雑に絡み合い、加速する環境障害の断片に過ぎず、その先に待ち受けるのは地球の完全なる崩壊です。どうにか止める術はないのか？私の副次機能のアイテル、ポセイドン、デメテルがあれば環境システムの一部を改善することは可能になるでしょう。天候は回復し、水源は浄化されて、植物の急成長は収まります。でもそれだけでは多少の時間を稼ぐことはできても崩壊は止められません。環境に蓄積したダメージを完全に癒すにはヘファイストスの力で新たな機械を製造する必要があります。この目標に向けて全力を傾けるべきです。見つかった3つの副次機能だけど、役割は何だ？3つとも現在の生物圏が抱える問題に関係しています。アイテルは大気汚染の除去と天候の調整を司ります。ポセイドンは有機物と水源の化学成分をコントロールします。デメテルは土壌を育て植物を管理します。この3つが私に戻ることによって私のヒューリスティック処理能力は大幅に向上するでしょう。ところが私のクエリに対する彼らの反応は異常でした。人間でいうと恐怖し混乱している状態です。ミネルヴァのように一体化しないと。そうですね。消えた副次機能だけど、どんな役割だった？アルテミスは多様な動物を再び地球に放ちました。エレウシスは新たな世代の人間を宿し育て順応させる役割を担いました。アポロは様々な人類の知識と文化的遺産を保管し、それを整理して普及させる役割を託されました。残念ながらアポロのデータは2066年2月2日テッド・ファロの指示によって全て消去されています。ファロか、本当に嫌なやつだ。理解できます。彼の精神は自己陶酔的であり直情的で不安定です。消えた3つの副次機能はすでに役目を終えたか、もしくは役目を果たせなかった。それでもいるのか？獲得できるならこれらの機能も私のヒューリスティック処理能力を高めます。ですが追跡はできません。痕跡さえ残っていないのです。絶滅を回避するのにヘファイストスが必要なのはなぜだ？副次機能はどれも重要ですが、ヘファイストスはその最たるものと言えます。あの機能があって初めて私は世界中の機械炉で新しい機械の設計と量産ができるようになります。そして新しい機械をプログラムし、既存の機械を上書きすることで地球環境の修復が可能となるのです。他の機能の回収で時間は稼げますが、絶滅の回避には
ヘファイストスの力が不可欠となります。ヘファイストスが重要なら、なんとか最初に回収して融合できないのか。残念ながらそれは無理でしょう。ミネルヴァと融合した今の私の状態では、本来の私の処理能力の 18.8% しか力を発揮することができないのです。ヘファイストスより劣ります。この状態でヘファイストスとの融合を試みれば、吸収されてしまうのはむしろ私の方でしょう。私のヒューリスティック処理能力が上回らない限り融合は実行できません。それには副次機能がいくつ必要になる。アイテルとデメテルとポセイドンがあれば、私のヒューリスティックネットワークが 41.6% まで上昇し、ヘファイストスを上回ります。ヘファイストスは一箇所にとどまらないと言っていたな。そうです。他の副次機能は物理プロセッサの中に収容されていますが、ヘファイストスは世界中の機械路をつなぐネットワーク上を移動しています。なら、いざ捕まえるとなった場合どうやってやるんだ。わかりません。あなたが他の副次機能を探している間に解決策を探っておきます。じゃあ、ヘファイストスを回収して融合できたら、世界中の機械路でいくらでも機械を量産できるようになるのか。はい。その行動ルーティンをプログラムしたり、直接操ることも可能です。なら、機械の軍団を作り出してバーゼニスを一掃することもできる。あらゆる手段を行使して地球の生命、特に人間を守ることが私の役割です。ですので、私がヘファイストスの能力を得ることができれば、軍を作り攻撃を命令することもできるでしょう。ファーゼニスの脅威を考慮すると、方法はそれしかないかもしれません。ただ正直に言えば、敵がいかに恐ろしくても殺戮行為に抵抗感も覚えます。それでいい。エリザベトの望み通り、良心があるんだ。そうです。信号を送ったのは地球の生命を滅ぼすためなんだろう。ファーゼニスの末裔がなぜそんなことをする。目的は定かではありません。地球が脅威になるはずがない。そもそも私たちは奴らの存在すら知らなかった。確かに。それか、奴らこの地球を乗っ取ろうとしてるのか。あそこで会った連中はガイアのバックアップを探してた。バックアップを使ってガイアを再起動後に力を強化すれば、いずれヘファイストスも掌握できる。それにテラフォーミングシステムも。その場合、絶滅信号で失敗したことを再び実行可能となるでしょう。生命を滅ぼし、全く新しい生物圏を一から作り直す、彼らが望む形で。やろうとしてることは同じってことか。目的は反対ですが。救済じゃなく絶滅の方か。厄介だな。シリウスは宇宙の遥か彼方だったな。81兆キロメートル、または8.611光年です。そうか。なら、あのゼニスたちはどうやってここに。オデッセイをさらに進化させた宇宙船に乗ってきたのでしょう。オデッセイであれば地球からシリウスまで300年かかりますが、今回はもっと短かったようです。もし彼らが絶滅信号の送信と同時にシリウスを出発していた場合、29年しかかかっておらず、これは光の約3分の1の速度です。もし絶滅信号の失敗を知ってから彼らが出発していた場合、さらに年数は縮まり、わずか13年、光の約3分の2の速度です。もういい、クラクラしてきた。
ハデスの試験場で私が見たゼニスたちはエリザベトのクローンを連れてた。奴らの目的がゼロドーンの技術だってことと辻褄が合うだろ。はい、あなたの経験が物語るように、エリザベト・ソベックのクローンはテラフォーミングシステムにアクセスする鍵となります。でもどうやってクローンを作ったんだ。オデッセイは人間の接合子約20万個に加え、動物の接合子や植物の種子も載せていました。おそらくエリザベト・ソベックの遺伝物質も取得していたのでしょう。そして船に積まれた。彼女が承知していたかは不明です。そうか。それにしてもなぜあのクローンはどうしてこんなことに手を貸してるんだ。エリザベトの夢を壊すなんて本当ひどすぎる。定かではありません。彼らの目的に共鳴して協力しているのか、あるいは彼らのしもべとして命令に従っているだけかもしれません。エリザベト・ソベックがしもべに？ありえない。絶滅信号はハデスだけじゃなくて他の副次機能にも自我を持たせた。なぜだ。私も気になっていました。今言えるのは標的はハデスであり、他の副次機能の覚醒は偶発的なものだったということです。ふん。つまり信号はシステムを熟知したものによって送信されたということか。はい。信号の構造は非常に高度だった上に目的も明確でした。悪意に満ちた信号ですが、作成した者の知識は驚嘆すべきものです。ゼニスが宇宙船で地球にやってきたのなら、私たちの技術よりあらゆる面で優れてるってことだな。はい、それは試験場での戦いで証明されています。彼らは機械を従者として従えており、またある種のエネルギーシールドをまとうことで攻撃から身を守っているようです。ああ知ってる。奴には何も聞かなかった。歴史を見ればあらゆる防御技術はやがてそれを上回る攻撃によって破れ去っています。例えば私がヘファイストスを吸収して戦闘機械の大軍団を編成すれば、その猛攻をシールドで耐え続けることは不可能でしょう。希望はあるか。あります。なぜ絶滅信号がシリウスから来たと分かったんだ。サイレンスがハデスより得た情報があなたのフォーカスに記録されていました。信号が送信された期間は 17.22 年です。どういうことだ。 8.6 年あればシリウスからの信号が届くんだろう。信号が受信されてガイアが自爆した後もなぜ送信し続けた。ハデスからの返信が届くまで送信者は状況がわからなかったからです。つまり返信にも 8.6 年がかかるのか。そうです。返信を確認してから送信を止めたため 17.22 年かかってしまったのです。その期間から計算して送信者との距離が分かりました。それをもとにデータベースをスキャンして 8.6 光年離れた位置に何があるか検索を実行したところ、ファーゼニスの目的地だったシリウスが妥当なソースとして浮上しました。時間はどれくらいある。今の状態がこのまま続いた場合、生物圏が修復不可能になるまで4ヶ月といったところでしょう。アイテルとデメテルとポセイドンを回収して融合させたら、数ヶ月の時間稼ぎにしかなりません。まあないよりマシか。ならすぐに副次機能を探して回収してこないとな。どこにあるのか何かわかるか。私の全身が自爆をした際、各副次機能は逃げ込める物理プロセッサーを求めていきました。そのため高性能なコンピューターがある場所を探すと良いでしょう。アイテルが最も近く、そのため回収も比較的容易です。ただし
そこはテナークスの領土の中心になります。あなたのフォーカスにある部族の記録を確認する限りですが、彼らは暴力的手段を好む傾向が強いようです。まあ言えてるな。ポセイドンとデメテルは？ポセイドンはここから南にある砂漠に避難しています。私の地理データによると、かつてその場所にはラスベガスという古の大都市があったようです。水を司る AI が砂漠の遺跡にいるなんて妙だな。確かに。そしてデメテルはどうやら遥か西の沿岸部に位置しているようです。残念ながらその一帯のデータが不足しているため詳細は不明です。よって回収は最も困難でしょう。わかった。じゃあ早速副次機能を探してくる。アイテルはテナークスの領土、ポセイドンは砂漠、デメテルは沿岸か。どれからにしますか？アイテルからにするよ。それではアイテルを目的地として登録しておきます。回収できれば一帯で猛威を振るう嵐を弱められるかもしれません。生物圏を完全に安定させるにはヘファイストスの力とヘファイストスの機械が必要不可欠ですが、目的地の変更はフォーカスのインターフェースを介していつでも行うことができます。現在把握している各副次機能に関連した情報も常に見られるよう転送しておきます。他にできることはありますか？あなたは多くのことを抱えていますから。本当そうだな。どうかしましたか？いや、ただそのちょっと荷が重いなと思って、エリザベトは生命をガイアに託した。でも問題が起きて今全ては私にかかってる。本当にできると思うか？システムを直しゼニスを倒す。エリザベトじゃないのに。大丈夫。私の前身はあなたが成功することに疑いのない確信を持っていました。あなたに不可能なことなどないのです。あなたはハデスを撃退して私を再起動しました。あなたは必ずやり遂げます。ありがとうガイア。じゃあそろそろ行くよ。施設の出口を開けておきました。一つは西部につながり、もう一つは東へ戻る参道で歌の平原に続いています。バル、こいつは慣れないな。アロイか？ああそう、ガイアが出口を開けたんだ。西の扉で待っててくれ。すぐ行く。戻ってきたよ。こんにちはアーロイ。何か話したいことでも？そろそろ行くよ。さようなら。よし、アイテルをガイアの元に持ち帰ろう。バールとゾウが西の出口で待っているはずだ。一度東に戻るのもありか。歌の平原がどうなったかも気になるし、それかこの辺をもう少し見て回るか。本気か？ええ、その方がいいと思う。先に行けアロイ。私はこれから西に向かう。ガイアの機能を回収して強くするために。二人はここに残るといい。ガイアに事情を聞いてくれ。のけ者にしてるわけじゃない。これも一種の
訓練だ。実はエレンドを呼びに行こうかと思ってさ。ほら、仲間は多い方がいいだろ。ここは拠点になるし、ガイアからもいろいろ聞いて学べる。大丈夫さ。ああ、ならこれをつける用とバックアップ用だな。それとついでに石の子玉のミルーに会って、タラナーに山の越え方が分かったと伝えるよう言ってくれ。分かった。一緒に行くのか？いえ、洞窟でのこともあるし、少しここに残ってもっといろいろと学びたい。あなたが戻る頃には私の方が詳しくなってるかも。楽しみだな。お前はいつ戻る？いつかな、わからない。できたらガイアの機能と一緒に戻ってきたいな。気をつけて。テナークスは今嵐と凶暴な機械に苦しめられているみたい。それにレガーラもいる。心配はいらないよ。それじゃあ。怒りをアロイ。テナークスの土地か。ここに潜んでいるのはガイアの副次機能だけじゃない。油断はできないな。雪景色とはこのことか。